アステモホンダドリーム SI レーシングから ST1000 に参戦します渡辺和馬です。よろしくお願いします。去年チームのおかげで、チャンピオンを取ることができて、今年は1番をつけて走るシーズンになりますので、去年培ったもの、積み上げたものがしっかり自分の中にもチームの中にもデータとして残っていますし、それを生かして戦うことで、すごく自信はありますし、今年もいいシーズンにしたいなと思っています。やっぱり年々その課題一つ一つに対してクリアしていけるようにトレーニングの仕方だったり取り組み方は改善していこうと努力はしているんですけど、それがチャンピオンを取ったからといって自分の中でスタンスを大きく変えるつもりは正直ないので、今まで通り一つ一つの課題をしっかりクリアできるように、そしてレースをすること、走れることっていうことをしっかり楽しめるように、それを一番に考えて、今年もやろうと思ってます。みんな速いですし、みんな強力だと思うので、SD っていうカテゴリーの中でタイム差も少ないですし、始まってみないと誰が来るかわからないところもあるんですけど、だからこそ、特定の誰かを強く意識するというよりは、自分の最大限の力を常に発揮できるように、自分自身と自分のチームにしっかりフォーカスして、頑張ろうと思います。今シーズンゼッケン1をつけて戦います。もちろん2連覇を目指して、もうそれ以外の目標は今年はないですけど、その中でしっかり自分も楽しんでレースをして、そして応援してくださる皆さんにも楽しんでもらえるようなレースが、面白いレースができるように精一杯頑張りたいと思います。このような状況の中で、ファンの方々とこうやって会えるイベントっていうのはすごく貴重だと思うので、その中でしっかり、みんなで楽しめるように、よろしくお願いします。